今日も全然やるつもりじゃなかったんですけど、なんか明日と明後日やらなそうと思って。ポップコーンありがとうございます。そうだよね、みんな元気なかったよね。そうだよね、多分1週間ぐらい生きた心地してなかったと思うんだけど。寝てもないよね、寝れてもないよね、みんな。まさかね、ミオの配信がないのに寝れてるわけないよね。あ、バブルは0時までですからね。バブルは0時までですから。今日もね、配信の後バブル送ります。今日もというか、今日はというか。ね、今絶対みんなやっと生きる力が湧いてきて、明日から生きられると思うんだけど、狙ってたんだよね。明日、月曜日でしょ。そうだよね、ご飯も喉通らなかったよね。多分このあとみんなすごい食欲も湧いて元気になると思うから。本当にまだ寝つきいいです。最近もまだなんか目つぶったら寝れる。信じられない。なんか2時とかに眠れてる自分が信じられなくて嬉しい。2時なんて早寝ですから嬉しすぎる。なんかあったかな、ここ数日で。何の発表もされてないよね、しかも。なんかあったかな。サスケの日程が出たのくらい。ね、おしりんさんの卒業声もあって、でも制服の目の後は配信してるんですよね。確か15分くらい15分くらい配信してるので4日分ぐらいですかね。4日ぐらいやってなかったか。そう、おしさんの卒業公演とミヤビームの生誕祭に出られます。なんかさ、今も見てたんだけど、ご飯食べながら、ね、私の宝物っていうドラマ見てる人いない？本当になんかやばドラマ。誰この残酷なドラマ考えた人。もうえぐい。なんか今も結構やばいけど、結構1話も2話も3話もすごい複雑というか、もう地獄なんだけど、次の回がやばそう、次からの方がやばそうね。本当にやばい。誰これ、なんか誰も幸せになれない。あの本当に夫婦の話なんですけど、これちょっとやばいですよ。なんか本当に幸せな未来が絶対になくて無理、全員に。しかももう本当に次やばい、どうしよう、本当にやばいかも。なんか本当によくこんな人間の複雑なドラマを考えたなと思うくらい、ミオ複雑な方が好きなので嬉しいんですけど、でもちょっとやばいかも。なんか夫婦がいるんですけど、最初1話ではお父さんが結構パワハラ、なんていうの、パワハラみたいな感じで、モラハラみたいな1話はね。でみんな
みんなそのお父さんのことが結構何みたいな、1話はねだったのに2話になったらそのお父さんにもやっぱ訳があって、そしたらみんなお父さんみたいな感じになってくるの、どんどんで1話でみんなわーいみたいになってた冬月くんって人がいるんですけど、2話3話とかになると冬月くんみんなもう求めてなくてやばいんですよね。1話は冬月くんファイトだったのに、2話と3話になるとモラハラお父さんのことをみんな守り始めて、まだ3話の時点でねでもその時点で登場人物が逆転しちゃったのよ、視聴者の。そうハッシュタグとか見てたらめっちゃおもろいもんね。でもうやばいじゃん普通に。で今そのモラハラさんが結構素敵な人になってってるの、どん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 ね。したらさ、そのお母さんは妊娠しちゃったんだけど、モラハラお父さんと結婚してるのにモラハラお父さんじゃないない子供を産んだのねもうやばいじゃんで隠してるんだけど今もうやばいよね。でもどんどんモラハラお父さんはいい風に変わってるのね。でお母さんを助けたりとか子育ても協力し合ったりとかして、お父さんめっちゃ協力的になって結構人が変わったようにモラハラお父さん変わったのね。なのによ、どうするこれ。で複雑じゃん。でなんかもう本当に次の予告がやばいんだけど、それでなんか、まあ、冬月くんって人がモラハラお父さんじゃない方がね、多分その人の子供なんだけど、でその人と再会しちゃったの、またまあいろいろあって海外に行ってたんだけど戻ってきて再会しちゃったのよ。でなんかその女の人がね、お母さんがね、もう家庭を大事にしたいからって言って、でもう会うのやめようみたいな感じの話をして、したら泣いちゃうじゃん、みつけ君がごめんねって泣いちゃうじゃん。したらまあトントンって抱きしめ合うじゃん。それを見られてしまったのねその風景を友達に、お母さんの友達に見られてしまって、でお母さんの友達が激おこもう激おこで、次の予告がその激おこシーンなの。私許せないからみたいな、やばいじゃん。でお父さん今子育てに夢中なのに、多分言っちゃうんだろうな、お父さんに浮気してましたよみたいな、そういう予告だったんだけど、もう最悪ね、本当に最悪ね。この全部1話は1話でこの褒め言葉なんだけど、最悪って楽しんでるからね、最悪だったんだけど、2話も最悪で3話も最悪で4話も最悪だった。いやー本当になんかちょっとね、1話1話が重たいですね、めちゃくちゃ。でそうで、タイトルだけ聞くと私の宝物っていう感じじゃん。でさ、なんか X で回ってきたの、なんかこんな、それか複雑な感情になるドラマあるみたいな、それ気になっちゃって見たい。したらなんだこれみたいな、2話と3話でねえ急に、1話みんな嫌いだったんだよモラハラお父さんのこと、2話と3話でみんな大好きになっちゃって、4話とかも子育て頑張っちゃってるもんね、普通にいいお父さんやっちゃってるんだよね。いやー本当にね、なんかもうどう頑張っても平和になれないあで冬月くんの説明してなかった。冬月くんはそのお母さん、お母さんのちっちゃい時のずっと好きだったの、ちっちゃい時の幼馴染的な人と再会しちゃったの。でその再会した時はまだモラハラお父さんだったから、やっぱそのお母さんもキュンみたいなちょっと やっちゃって、
やばいよね普通に。え、そう、スタートがモラハラだったのにみんな大好きなの今お父さんのこと、視聴者すごくない？なんかすごいなって思ったドラマ。しかもなんか目に見えることが全てじゃないんだなと思いました。やっぱりモラハラお父さんにもいろいろあったわけですよ。まあ、ミアはもちろんモラハラお父さん応援してるんですけど今。でもやだ、気づかないでほしい。しかもなんかこのドラマやばくて、なんかそのモラハラお父さんと冬月くんの会社とかでなんか仕事を一緒にしようみたいなとかなっちゃってて、もう繋がんないでみたいな、繋げないでみたいな。ちょっとやばいです来週で予告ではもう友達がむっちゃ怒ってて、その不倫してますよみたいな多分お父さんに言っちゃうんだろうね。でなんかすごい一言言ってた、その予告でなんか好きだったんですよみたいな、モラハラお父さんのこと友達が言っちゃってて、待って待って待って一旦待ってって感じ。今4話、まだ4話TVer はね3話まで無料なので、今4話は1週間無料なので今全部見れます。今1話から4話まで TVer はそう今見逃した方も今無料で見れます。なんかドロドロとかじゃない、最悪っていう感じ。いやちょっとね、絶対幸せになれないのが見えてて無理ですね。でモラハラお父さんと冬月くんは絶対今後つながるんですけど、その仕事場とかで一回会ってるんですよね一応。まあでもその時は気づかずに終わったんですけど、これ絶対出会っちゃうんですよ今後。アミオの予想なんですけど、本当にやばい。説明してくれたから5話から見れるだって、マジで1話から見て本当に。私の宝物っていうドラマです。なんか本当になんかあれだよね、いい意味で最悪。あとアンナチュラル見てます今5話ぐらいか、面白いです。いやーやっちゃってるもんね普通に。なんかこのドラマを考えた人がすごいなって。そのネットフリでアンナチュラル見てます。昨日は映画を見ました。なんか誘われたから行こうかなって思ってたんですけど、スマホ落としたやつ見よう、なんか1も2も見てたらしくて記憶ないんだけど全然。なんかその映画中に1とか2とかの多分シーンが若干出てくるんですけど、それを見ながらなんか思い出してた、あーなんか見たことあるなみたいな。で1はちょっと思い出したの映画中に、でも2がどうしても思い出せなくて、終わった後にネットであらすじ見た2の思い出せなくて。そう見てたの忘れてたけど、なんか調べたらね2018とかだった1。
もう今月は見たい映画があと2つあります。あ、でもなんかね、スマホを落としただけなのにっていうのは1と2の話で、めちゃめちゃ続きのものなので、多分3はあんまりスマホ落としてなかった、そう思う。ファイナルなのでこれが最後ですね。ジュラシックパークやってほしいな、新しいやつ。結構ね、ドラマとか映画とかはバッドエンドが好きです。でもそれは犯罪系のやつ犯罪系のやつはバッドエンドで終わりたくて、でもなんか夫婦とか、私の宝物もそうなんだけど、夫婦とかはちゃんと円満に終わらせたい。本当にバッドエンド結構好きで響きます最後なんかゾッとするやつとか好き、なんか伏線回収みたいなとか、終わり方がゾッとするやつとか好き。まあ LINE のアイコンがね、インサイドヘッドの人が言う言葉ではないんですけどどう考えても LINE のアイコンインサイドヘッドなんですけど、あんな平和なね、でもなんかスマホのやつは1とかは結構怖いというかトラウマみたいな感じだったんですけど、3はトラウマ系ではなかった。でもたくさん血は見た。でミアンナチュラルも見てるから最近血ばっか見てて、そう、でもバッドエンド見るとバッド入っちゃうんですけど普通に。でもなんかそれ、そこまでも楽しんでる。そう、なんかハッピーエンドだと物足りない感じしちゃうんだよね。バッドエンドだとなんかふって感じになります。まあでもドラマはあんまりないか、バッドエンドで終わるやつ。映画が多いよね、続いたりするしね、続編みたいな。ドラマいっぱい見てます。ミオって私の宝物の宣伝部とかだったかな勝負だよってコメント来てるんで。勝負か、明日リハーサルなんですよね。別に覚えることはないんですけど、明日リハなの、朝から午前中からリハなんですよ。あ、全然シャッフルは全くです。まだ始まってはない、始まってはない、始まってはない、始まってはない。リハは12月からとかじゃない。
なんか桃のジュースをさ、映画で頼んだんですよ。500円の。で、み、桃好きなので、桃と思って飲んだらなんか違くて、ミオの味がおかしいのかなと思って、ね、これってユズって言って飲んでもらったらユズだった。よかった、味覚が正常でユズでした。桃頼んだらユズだった。多分間違えたんだろうけど、別にいいんだけど。あ、でも桃とユズは、まあ、ユズも美味しかったからいいんですけど、桃とユズの好き度で言うと、桃がここだった、ユズここ。でも美味しかったけど。でも、あの、ネットでやるやつなので聞き間違いとかではないんですけど、で、間違える気持ちはめっちゃわかるので、普通にいいんだけど。そう、桃の代わりがマスカットとかだったらよかったんですけど、マスカットもあったので、柚子だった。でも美味しかったですよ。なんか冬になるとさ、飲める飲み物が全然ないんですけど、なんか無理やりレモネード飲んでます。レモネード別に好きじゃないんですけど、寒い時に飲める飲み物がないので、無理やりレモネード飲んでる。いつもカフェ行っても外で飲む時もいつもレモネードにしてます。でもそんな好きじゃないけど飲めるって感じ。お茶の方が好きかも。だからね、マスカットの季節なんだよね、最近。だからマスカット食べる機会が多くて。焼津の時に、めちゃくちゃマスカット食べました。人生で一番マスカット食べた。だからめちゃくちゃあったんですよ。4房ぐらいあったので、めっちゃ食べました、みんなで。そう、冬のあったかい飲み物がないんですよ、飲めるものが。冷たいのだといっぱいあるんですけど。チョコの飲み物もあんま好きじゃないので。ココアも飲めないし、コーヒーも飲めない。無理やり飲んでる。ティーも飲めないし。あ、甘酒好きです。急に？こんなに飲めないのに急に。甘酒美味しいよね。何年も飲んでないけど。だマスカットは焼津の時の、焼津の方にいただいたんじゃなくて、多分メンバーの家族にいただいたと思います、確か。え、梅昆布茶大好き。小学生の時から梅大好きなので、梅昆布茶とか飲んでた。ホテルとかに置いてあるじゃん、あれとか飲んでた。あとホテルに置いてある干し梅とか、なんか机の真ん中に置いてあったりするじゃないですか。あれめっちゃ好き。甘酒はでも小学校の時とかに飲んだので、それで美味しいと思った記憶。シャインマスカット本当に美味しい、大好き。そう、あれで売ってるんだよね。明けおめで山田家売ってたりするじゃん。それでしか飲んだことないんですけど。ほうじ茶飲めない。アップルティーも飲めない。ティーが全部飲めない。でも初詣行くといつもベビーカステラ食べます。多分毎年ベビーカステラ持ってる写真とかどっかに載ってると思う、メールとか。
あ、でもティーがダメなだけで緑茶とかめっちゃ好きです。お茶は好きです。麦茶大好き、十六茶も大好き、そうけんび茶も大好き。ミオってセンブリ茶飲んだことないよね。あるっけ。お茶の濃いめとかで売ってるやつは飲めるんですけど、京都とかで飲むお抹茶みたいなのは飲めないんですよ。まあお水ですね基本。もうなんか一回非公式でなんかあやめろさんとかとやったやつ、あやめろさんしか覚えてないんですけど、でなんか罰ゲーム、ラブリンさんもいた、ラブリンさんがめっちゃ罰ゲームやってた回があったんですけど、むっちゃみんな罰ゲームやってたけどなんかミオやってない気がするんだよね。非公式同期から出てないかも、同期会から出てないかも。いや、そう、なんか冷たい飲み物は選択肢いっぱいあるんですけど、あったかい飲み物の選択肢がなさすぎてマジ無理やりレモン、なんだっけ、レモネード、コーン茶飲めないんですよね。牛乳頑張っても飲みたくない。スタバ1個だけ飲めるやつあります。毎回あれしか飲んでない。カフェとかに行くと本当にレモネードしかないので。カフェだと、そう、カフェとかじゃない自販機とかなら全然あったかいの、お茶とかもあるんですけど、カフェとかに行くとないんですよ。夏はオレンジとリンゴ飲みます。大好き。オレンジとリンゴ大好き。ソフトクリームも食べれないですね。マクドのやつは食べれますけど、北海道のやつは食べれないです。コーヒー絶対飲めない。何回か飲んだことあるんですけど、家族が好きなので絶対飲めないですね。あれは何か、タピオカ屋さんもマンゴーです、いつも。でもね、あれ美味しいんだよね。ゴンちゃんのね、ザクロのやつ。え、ザクロ。ザクロに敏感、今まで意識してなかった。ザクロのやつ美味しいんですよ、ゼリー入ってる。確かにスタバ行きたくなるのは夏かな、マンゴーがあるから。冬もあるんですけど寒いですね。今までザクロとか意識したことなかったのに。ザクロって聞くとザクロ思い出す。あタピオカも好きですね。あんま飲まないけど、ラーメン食べたくなる寒さ。前ミキとね、一蘭行きました。辛いのをちょっと増やすのにハマってます、長らく。三角チョコパイ食べれたんですよ、マネージャーさんにいただいて。なんか毎回ね、毎年思うんだけど、めっちゃ美味しいね。普通になんかチョコパイだなって思うじゃないですか。普通に食べる前は
チョコパイだなと思いながら食べるんですけど、毎年毎年食べるとこんな美味しかったっけって毎年なってる。今年もなりました。あの何、電子レンジで温めてから食べたんです。一蘭名古屋にあるのだってめっちゃありますよ、何店舗か。私はそこのところ行きました。で、身をこぼさないですね、三角チョコパイ。なんかラーメン食べるとちょっと辛い身が欲しくなるんですよ。だからなんか一蘭はちょうどいいです、ね、辛いのがついてて。なんか三角チョコパイを食べてない人は一回チョコパイだなと思って買ってみてください。美味しいってなる。反対側なんか出ないけどね、匂い出たことない、いつも。一口小さいのもあるのかな。鎌倉ってさ、梅田のさ歩道渡る前にあるところ、あのヘップイクム市までのもうないかもしれないけど、そこだったら行ったことある。なんでみんな逆からこぼれるの？逆からこぼれたことないんだけど。そんなことある？逆からこぼれたことがない。見たこともない。湯たんめん食べたい。ずっと夢好き入った。え、鎌倉ってあそこ？てかなんか久しぶりに前梅田行ったんですけど、なんか感動しちゃって、普通になんか誇りに思いました。大阪のことを誇りに思いました。なんか梅田マジですごいですよ今。知らない間にね、いろんな施設できてて、あの普通に1日じゃ回りきれないです。あと何でもあります。梅田でないものはないです。何でもある。なんか感動しちゃった普通に。梅田、しかも程よくイルミネーションもあって、普通に住みたいと思いました。おさマジ何でもある。岐阜タンメンね、交通が難しくて行けてないんですよ。なんかね、知らなかったんですけど、梅田にね芝生の広場もできてた。びっくりした。いや本当にめっちゃいい。てか本当になんか何でもあります。何でもあります。手土産買いたかったら梅田行けばいいし、服買いたかったら梅田行けばいいし、ご飯食べたかったら梅田行けばいい、カフェ行きたかったら梅田行けばいい、カラオケも映画も何でもあります。しかも久しぶりに行くと、てか広い、あの広いです。マジで広い。なんか名古屋に縛られてたなって気づきました。大阪はこんなに広かったのかと。もうずっと名古屋にいるので、なんかもっと世界を広く見ようと思いました。マジで広い。てかどんどん広くなってる。ミオが言ってた時より。すごいなんか気づかされましたね。なんかこう広い世界があるんだなって梅田に行って気づかされました。なんかずっと感動してた一人で。すごいなと思って。なんかどんどんね新しい施設できてて、どこにいるかわからないです。
今どこにいるんだろう自分って思いながら。梅田すごいですよ梅田すごいですよ本当に。ユニバもすぐ行けちゃいますか。180円とかで行けちゃう。いやーすごいよかったですね本当に感動したもんね普通に。梅田行ってなんだこれはと思って。まあ、大阪駅周辺です。すごいですよ本当に。すごいですよ。もう変わりすぎてすごいです。高校生の時にめっちゃ行ってたので変わりすぎてびっくりしちゃう。ナンバーあんまり行かないんですよね。何かあると梅田に行っていたので。でも本当に久しぶりに梅田行くと自分がどこにいるか分からなくて普通に迷子です。でも知らない施設ができすぎてマジでめっちゃ変わってる。あのミオが名古屋に来てからめっちゃ変わってる本当に。なんか新しいものいっぱいできてる。ナンバーはあんま変わんないかも確かに。なんかずっと長い商店街がある。でみんなリクルおじさん食べれないんですよね。551はたまに3年に1回とか食べるんですけど、豚まん肉まん豚まんかめっちゃ美味しいので絶対食べた方がいい。マジ普通のコンビニとかの肉まん想像するじゃないですか。その日になんないです。普通にもう皮から違うでお肉も違う。結構感動します。551ね、ナンバーはね迷っちゃうんですよ。あんま行かないからずっと迷ってる。え本当にやばいよね551は。本当にミオ SK 入ってから食べたのかな初めてなんか本当にびっくりしちゃって。大阪のお家で食べたんですけど美味しすぎて、なんか普通の肉まんじゃないなみたいな、551の豚まんだなみたいな。おすすめです。マジで美味しいです。ちなみにゼップの大阪に行けば食べられます。うちらは毎回差し入れであるので、しかも切ってくれているので半分食べれるっていう、ちょうどいい大きさ。コンサート前にライブ前にちょうどいい大きさ。たこ焼きは銀だこが一番おいしいです。吉本新喜劇行ったことないですね。あったらすいません。551のアイスキャンディーも差し入れでやりました。ゼップの2年前に食べた。ん？今年のゼップってチームでやったっけ？3年前かしら。本当に銀だこ美味しすぎて普通に一番好き。
あ、でも新喜劇テレビではめっちゃ見たことあります。見たことあるというか、なんかかかってる、テレビつけたらかかってる。 NMB さんとか出てませんでした、ね、今年チームだったよね。じゃあ2年、3年前だね。でもあと東京と福岡行ったことないので、東京と福岡行きたいです。カドザって何？カドザ。なんか大阪の良さに気づけました、また。定期的にね、みんなも実家に帰りましょうっていうショールームでした。みよね、1年前、昇格する1年前が K2、 多分福岡と東京行ってたんですよ。そしたらね、たまたま制覇できてたのに。まだ研究生でした、前座とかなかったから。だから講演してた。次の公演は制服の目と鉄なです。どっちもめっちゃ楽しみです。普通にね、普通にね、シンプルにね、今めっちゃ素の綺麗な言葉が出た。めっちゃ楽しみです、見てください。どっちも2日連続とか久しぶりだね。よろしくお願いします。どっちもね、レアメンバーもいますので、よろしくお願いします。劇場に来る方もよろしくお願いします。鉄なの定点見てたんだけど、むっちゃゴール大きいね。すごい。だからね、ゴール解禁された時の鉄なが忘れられないです。マジで感動した、初めての鉄なのコールの日。おやすみ、バイバーイ。